100年前に沈んだ宝の箱。この程度のことじゃまだ釈放されるかもしれない。悪霊の恐ろしさを見せてやる。俺を外に出してどれだけヤバいかを教えるためには。このまま続けるとてめえ死ぬぞ。トイレを壊しやがった。器物は破損だ。知らんぞ。うわ！